皆さんどうも、ピーマンです。今回は俺と巨人の143日物語実況60回目になりますよ。前回の続きで今回もソフトバンク戦3連戦の2戦目をプレイしていく。チームはここまで5連敗中。そして、現在セリーグの順位はリーグ4位となってますね。負けが非常に続いている。いつ勝てるのか、勝つ喜びというのをね、忘れました。なので、再び思い出しましょう。必ず勝とう。ソフトバンク打線を抑えていきたいと思います。完璧にね。さて、今日のベストオーダーだ。今日のベストオーダーは、1番は、リードオフマン、オードルだね。で、3番に、長野をこう。ほんで、立岡をこうしてこうだ。よし、このベストオーダーで完成だね。先発ピッチャーは高木だ。で、今回の実況は、チームがピンチになれば、私、ピーマンが監督プレイで操作していく予定なんで、よろしく。必ず勝つよ。よろしくお願いします。5連敗を止める。行きましょう。やってきた。今日負ければ俺はもう泣くね。ただただ純粋に泣きます。頼んます。オムハヤシ、完璧にソフトバンクを抑えてくれ。いきなりヒット、いきなりヒット、はい、盗塁成功。いきなりピンチ早すぎる。いつも通り、ありがとう。期待通りです。いつもすぎてびっくりしてるね。いつも通りすぎて。さて、この打球は今宮の強い打球だが、レフトフライでワンアウト。絶対に1点はやらん。次は、柳田。勝負行こうよ。最高にノリに乗ってる柳田。だが、ここはセカンドライナー。危ねえな。よし、これで2アウト。イデホも行こう。勝負行け。逃げることは許されんぞ。逃げる必要性ってないからね。日常生活でも、この野球の世界でも、そう。逃げるやちゃ負けなんですよ。そんな奴に未来もないし、希望もない、光もない、すべてない。そうです、これなんです。この得点圏で三振を取れる。それがオム林です。行こう。打線はどうだ。ライトフライ。とりあえず塁に出てくれ。早々とね、早い段階でまずヒットを打つこと。最近はもうヒットすらも打てなくなってきてるからね。全然ダメなんだ。得点圏で打つ打てないの以前にヒットが出ない。まず1本目がね。だからもう早々と打とう。盗塁に失敗。よし、2回の表を抑えたね。とにかく、オムハヤシもヒットを打たれるんじゃない。阿部、おー、エラーで出塁だ。カモン、坂本カモン。あと続け。せっかく塁に出たんだな。ランナーが塁に出た。ここでセベダ先輩。はい、来たー。チーム初安打。この男が打ちましたよ。あ、お、ランナー満塁でオムハヤシ。どうだ、前後あるか。ノー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 。でも2点。2安打ですよ。打った。これが大切。チーム初安打もセベダっていうね、素晴らしすぎるね。やっぱこの男なんだよな、もう巨人の顔は。坂本とかじゃないからね、もう。セベダなんですよ。セベダファンが非常に多いですから、巨人も。さて。上位打線が全く仕事をしようとしないね。許せないよ。4回までゼロか。オムハヤシもちょっと1回捕まったけど抑えてるね。しかしここにイデホでツーベース。で、次のバッターは吉村。3割バッターも3割多すぎない、ソフトバンク。勝負していけ。逃げる必要性はない。もうじゃんじゃん入れていこう。ちょっとね、三塁の守備のオードルは守備力は高くないんでね、打たれたらまずいって言っておきながらセンター前に持っていかれるっていうね。三塁全然関係ねえっていう。ここは何でいく。変化球主体でいこうか。よしてー、オーレッツゴー。このピンチもなんとか抑えた。4回ね、ヒヤヒヤする場面が続いてますが、それを援護してやるのがバッター陣の仕事だと思うんだが、誰一人として打とうとしない。いつも通り。お、フォアボール。セーペーダー、フォアボール。立岡、レッツゴー。1点。もうこの2人すごすぎるわ。もうこの2人だわ。結局やべえな。史上最強の7番、8番じゃないですか。下位打線ですよ。もうね、セベダより上全部給料泥棒。高橋はセーフ。坂本から全部給料泥棒。全く打とうとしない。帰れよ。その辺の子供雇った方がまだ打てるわ。ひどいぞ。上位打線ね。まっさり三者凡退っていう。オムハヤシのこと嫌いだよね、確実に。もう問題だよ、こんな。勝たしてやれや。よし、柳田三振ですよ。ちょっと待って。オムハヤシ、6回を投げ切った。今の投球内容は？スタミナも十分にある。68球、7回いけるでしょうね。ただ、あまりちょっと、また、長引くと、打たれるかもしれないんで、次のイニングでまた様子見だ。はぁ。はぁ。早すぎるね。
もうほんと何なのこの打線。7番と8番だけが強いチームだよ。ほんとにひどいよ。シャレにならんぞ。さて、セーブだ。行こう。カモン。はい、またヒット。立岡どうだ？はい、フォア、もう何なのこの二人。やべえな、もう。セベダ様様、立岡様様。もうこの人たちに4億という高いお金を払いたいわ。もう村田とか阿部に払う必要性ねえんだよな、結局は。で、ここで代打だよ。代打。近所行こう、近所。絶好調の近所。頼む、打ってくれ。セーク進塁打。もう、進塁打すらも打てないのか、この場面で。打ったね。よし。うわー、オードル今季2号目スリーランホームラン4点だ。素晴らしい。ようやく打ってくれたよ。ようやくね。ありがとう、オードル。素晴らしい。これで試合を決めたと言っても過言ではない。マッソン行こうか、マッソン。頼むよ。んで、守備固めをもう置くとこ。もう十分勝てるわ、今日の試合。オードルを変えて、三塁に井端を置こう。ほんで、キャッチャーを小林にしようかな。阿部疲労溜まってますから。オッケー。立岡も疲労が溜まってるな。藤村を置こうか。よしよし、これでオッケーだ。レッツゴー、行こうよ。マッソン、カダさん、ファーストゴロー、最後の中村、押さえて、レッツゴー、マッソン素晴らしい。さて、坂本から始まる5番。スリーベース、センターへのスリーベース。はい、5点目入りました。ありがとう。セベダどうだ？うわー、またもヒット。今日セベダ全出塁。全打席出塁だわ。やべえ。で、ここに代打行こうか。代打、バッター、どの上？行こう。おー、フォアボール、ランナー満塁、井端、イエーイ！ 6 点目！わー！亀井ホームラン9点目！でもね、今俺ちょっと怒ってるの分かる？なんでか教えてあげようか。試合決まった直後にホームラン打ち出すやつ。いるよね！いるよね、そういう人！俺嫌いなんだ、そういうやつ。許せないよね、非常に。じゃあここで守備固めを置くとこか。鈴木しか残ってないですけど、鈴木をちょっとセベダの代わりに入れたいと思いますのでね。セベダ守備能力は高くないので、いやいや、ほんと今日はもうセベダ立岡様様だよ。この二人いなかったらまとも勝ててない試合だからね。よろしく。最後山口行こう。沢村出すべきだったな。うん、失敗したねこれ。オッケー。はい、ゲームセット。チーム5連敗という最悪で最悪な、もうとにかく日々デイズが続いてたんですけど、ようやく終えることができたね。はい、ここから連勝と伸ばしていきたいと思いますので、大勝ですよ。チームは 9-0。 素晴らしいね。今日の野手陣成績見ていこう。今日はオードル 4-1 の3打点。あの一発が試合を決めたね。ちょっと打たなかったんですけど打ってくれましたよ。亀井も今季1本目じゃないね、1本のホームラン打ってくれましたが、そこで打つんならもっと打つべきとこがあるんじゃないかなというツッコミを一つ入れておきましょうかね。阿部は 4-0、 4番として全く仕事してくれず、坂本も同様だね。あそこでスリーベース打つのならもっと打つべきとこがあるんじゃないかなと思う。ほんでこれ見て、セベダ 3-3 の1個のフォアボール、4出塁、立岡 2-2 の1個のフォアボール、3出塁。この人たちがいなかったら本当に負けてた。間違いなくね。んで、お前し7回投げて0失点、素晴らしいピッチング。この強打者ソフトバンク打線をね、0で抑えるというお前しの最高のピッチングを披露することができたね。いや、今日は本当にお前し、今日の誠のヒーローはお前し、オードル、セベダで立岡、この4人だね。うん、誠のヒーローめっちゃおるけど、見てよこれ。ようやく長いこの黒生活から、黒星生活から別れを告げることができる。もしかしたらこの先もまたあるかもしれないけどね。ようやくとりあえず一時的に勝つ喜びを知れてよかったかなと思います。次回の実況でソフトバンク戦は最後になりますね。後悔のようないように必ず勝っていきたいと思いますので、ぜひぜひ次回も見てくれよな。じゃあグッバイ、また会おう。